はい、えー、皆さんこんにちは、えー、ネクセリン講師の雲野です 今日はですね、えー、運の講師の駆け込み寺というタイトルで、えー、ファイナル答練を初めて受けられた主にはまあ初級生ないしは受験回数の少ない方をですねちょっと対象に、えー、自分の今の成績と本試験のですね、えーまあ、相関関係ないしはこれからどうすればいいのかというようなことを少しお話をさせていただく機会ということで今日はのこの日曜日天気のいい中ですけれども、えー、生ではこの渋谷駅前本校から、えー、今全国のレックの各本校 香港に今同時配信をしているところです、えー、画面の前ではですね多くの受験生の方見ていただいているんじゃないかと思うんですが約ま1時間弱お話をですねさせていただこうと思います まずあの皆さん方にこうレジュメをお渡ししているのでそれをです、ね、使ってお話をしていこうと思いますそして新しいパンフレットが出ておりますこの74%と書かれたですね、えー、公開模試の青いパンフレットすがすがしい青でねもう皆さん方とも7月1日のこのお、ね、に向けて <laughs> まあ新たに手を取っていただきたいパンフレットなんですけれどもこちらの各本校によっては配っている本校と配っていない本校はあるかもしれませんが、えー、ちょっとあとで画面に映して。 え見てまいいりたいと思いますさあそれではじゃあの今日ね、えー、タイトルが「全然解けない <laughs> と」と気づいた人こそ「正気あり」と書いてある、えー、からにはですねいらっしゃってる方もう すごい成績良くてたたまままんんんななないいいいいよみたいな方はあんまりららっしゃらないんじゃじかと思います、まあ、多分あの成績がよろしくてそれこそ35点満点中29以上30以上を取ってらっしゃるようなね方というのは多分ここにはいらっしゃらないというふうに思いますので少しあのこの点数は大丈夫なのかというような点数をお取りになってしまった方がいらっしゃっていると仮定をねいたしましてお話をさせていただこうと思います。 えー、ちょっとまず1ページのところをご覧になってみてください、えー、いいですかまず1ページのところ <coughs> まあ主に一発合格というふうにですね書いてありますけれどもまあ、これは純粋な意味の一発合格というふうにですね、えー、必ずしも考えずにまああのー <coughs> 2回目、3回目回数的には一発合格ではなくともでさ、ね、まざ、あ、まな皆さん事情を抱えて勉強していらっしゃいますから例えば昨年の自分と今年は全然こう勉強の質が違う昨年まではただ受けてはいただけだ、ね、で今年はもう一生懸命こう本気になってやっているというそういった意味での自称、ね、1回目受験生というかねお試し受験明けの自称1回目本気になってやったのは1回目という方にも共通するお話ですから聞いていただきたい ですが 実は今ここね4月の頭、まあ、ファイナルトーレンがあ始まって、えー、第,1週第2週ということになるんですけどもこの <laughs> ファイナルトーレンの時期の成績,成績というのは見てくださいここ合格レベルねここ合格レベルに対してここですから、えー、正直合格レベルをはるかかなたに見ているというようなですね、えー、方たちがほとんどです。で <laughs> これれ昨年1回受かられた、まあ、私ののの合格者の方でですね、えー、体験談に 書いてあるのがですね非常にいいまあ、読んだ方いらっしゃるかもしれませんがもう4月のガイダンス多分これだと思うんですね4月のガイダンスで講師が、ね。えー とにかくこの後信じられないほど伸びるからと信じられないほど伸びるからとにかくそれを信じてやれとでそういったことを、ね、聞いたんだけれども自分は本当かよと本当かよと半信半疑だったとところがだ、まあ、騙されてみようと、ね、思って、えー、とりあえずこうおやるだけのことをやってみたで本当に伸びなかったら講師のせいにしてやろうと思っていたというような体験談をです、ね、書いてくださってちょっとそれはあの正直ですね、えーまあ、あまりにも本音トークなので、ね、私も見て笑ってしまったんですけれども、まあ、本当にね これから先の皆さんのレベルたるや、えー、びっくりするほど伸びます。 でね、これあの見ていただくと下にも書いてありますけれども初級生、まあ、これは先ほど言ったもう自称、昨年まではお試し受験だったという方も含みますけれども初級生の方がファイナルトーレンでいい成績が出ないのはこれ理論、えー、論理必然的、もう当たり前のことなんですね。えー、ですから、えー、成績が悪いからといって今年の試験をです、ね、回避して来年に目指す方向転換をしていこうという,ようなことを考えることは全くお勧めできません。で本当にです、ねえー、これからあの自分でも もう本当にびっくりするぐらい成績が伸びてくるということをぜひ信じて頑張っていっていただきたいで逆に、ね、逆にですよこの中上級受験生でよくある例ももう私のところに何十人も来てますよ先生あの、よからぬ事態が、ね、あの起こってしまいそうだ予感がするとで先生が言ってたあれに今まさに自分がそうなろうとしてるなんていうで電話個別相談、えー、何十人の方が同じようなこともすでに私のところに、ね、相談に来られてます。 どういうことかというと、中上級受験生この全国公開模試第一回と第二回、実はご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、全国公開模試以降、レックの公開模擬試験では A 判定のさらに上、S 判定というですね判定を出しております。合格推定の頭文字で S ね。ですから本試験で行けば推定500以内に入るねぐらいのそういった成績の方に S 判定というのを出して、まあ正直 S 判定は非常にね。 本試験生、えーまあ、嬉しい判定だと思うんですところがね全国公開1回目の S 判定の方本試験で受かるパーセンテージを5年前に調べたんですね S 判定が出た方のうち何パーセントがその年の本試験で受かっているかすごい数字が出まして実はあの全国公開1回目 S 判定を取った人のうち本試験で、えー 受かっていくような方っていうのが25%ぐらいしかいないんですね、でちょっとあのこれは5年前と6年前、それぞれ統計を取ってますので、あのちょっとそれによって毎年ちょっとまあ動きはするんですけど、まあ、平均すると25%、S 判定のうちの4人の1人ですよ、少なすぎやしないかという感じですよね。ということは S 判定と取っても75%の方がその年の7月の本試験で落ちているという現状。 でこれちょっとど,ど,どういうことなのかと思いまして次の全国公開2回目同じように成績いいあの、診断 S 判定の中からその年の7月に受かった方もちろん統計取ったのはあれですよ5年前、6年前、えー、ですので合格者の発表があった後と振り返ってのおもちろんデータになりますが全国公開2回目、5月の下旬ですね30なんですですすから25から30に上がってるんですね。ねで次 一週挟んでのスーパー公開模試第1回目、えー、ここで、えー、その年の合格者の数値ぐんと上がってでですす、ね。ね、ぐらいですで次、6月の中旬スーパーの2回目、えー、S 判定を取った方のうちその年の本試験を受かったのが40年ちょっと今思い出したのが言ってますが423ですね。 まあそれでも半分はいかないというね厳しい現実ではあるんですがこれ何を物語っているか分かります全国公開 S 判定を取った人のうち25%しかその年に受からない、ね、ところがスーパー公開の1回目のところ2回目のところ徐々にこう上がっていくということはですね全国公開の1回目で S 判定を取った人の多くがその年、落ちているという現状なんです。 でこれはねあのまさに私があの今年間1000件を超える電話相談を今やっているんですけどもう正直あの、最近でも事務所から電話相談、ね、自分の事務所から電話相談して事務所のスタッフに白い目で見られてるんですね先生、いい加減事務所にいる時ぐらい実務の仕事をしてくださいとこの間、面と向かって自分が雇っているスタッフに言われてちょっと正直あついにここまで言われるようになってしまったとちょっとねあのおどうかなと思ってはいるところなんですが、まあ、そんな電話相談をしながらですね ねえー、よくあるうコメントがとにかく全国公開の頃には、えー、ぶっちぎりの好成績なのにこう6月の声を聞く途端に先生なんか自分のピークはもう来てしまった気がする、ねまあ、もうピークは来てしまったとっいうことを自分で言ってるって方は、ね、もう間違いなくピークなんですでピークって残念ながら1か月しか持たないで1か月を経とうかっていうですねまさに本試験の直前期にこう下がっていっちゃうんですよね下がっていっちゃうんです。 もうねピークが下がる時のあの焦りっていうのは経験した人しかわからないもう自分のピークが来てるというのはね自分でも気づきますし下がってるというのはも気づくそうするともうもうい,いてもたってもいられない先生明日本試験だったら僕受かるのにっていう言葉は一体何百人の受験生から聞いたかもうさすがに二十年も講師やってますから、えー、何百人規模のね、えー、そういった声はもう聞いておりますでそうなってしまうと悲しいから本当にダメなんですよその年で正直ねそうやってスーパー公開の1回目2回目こう下告示 起こります逆転現象、ね、いいですか初回の受験生ないしは初級の受験生の方たちがものすごい勢いで伸びてくるときに、ね、もう早くも6月頭でピークを迎えてしまった中上級者の方たちが徐々に下がっていくでここでですね上っていく1回目初級受験生と下がっていく中上級受験生と逆転現象が起こっていく毎年繰り広げられる、ねえー、状況です。 であの昨年1回で受かった方たちの全国公開1回目、2回目スーパー1回目、2回目の、えー、成績判定、えー、何人かの方から見せていただきました。最初 E 判定からスタートししてる人も珍しくありません、e、でも面白いのはね、えー、E からスタートしても最後のスーパー公開の2回目のところでは、えー、まあよくて S まで行ってる人もいるで、えー、悪くても B ぐらいまで上がってる人が多いんですで本当に E から D、ね、そして CB、まあ、そんなきれいに上が,上がらないとしても、e、EEEB って方もいました、えー、ABCDE から始まって EEE、e e e、で最後 AB の B までねいくというような もう見事にこうお知り上がりで上がっていく。ですから本当にねあのお初級生の方たちこれからまだまだ先にねチャンスはもちろんありますからまず今の段階で本当に諦めないでほしい。でこの間あの一発合格されたあ。 方を含むですね、えー、お三方、昨年の渋谷駅前本校で、えー、15か月合格コースで、えー、学んだ、えー、お三方の、ねえー、方、カン君、ソン君、檜山さん3人をお迎えしてガイダンスをやったときに皆さん、ファイナルトレーの成績を公表してくださいました。で、えー カくんはちょっとかなりいいって言ってたんですけど孫さんっていうね、えー、あの人方はずーっと、e、判定だったあ D 判定だったとで、えー、いうことでですね本当にあの成績的にも、まあ、地をさまよってで何点だったの20点いきませんでした。 いいいうこことっっ、ね、っててららししゃいました35問中20点いってない、ね、そこからの合格ですよですからね皆さんもね本当に下に書いてあるファイナルトーレンで、えー、今惨敗しているね自分これ私えこんなもんじゃないと、えー、これからですね、えー、どれだけ伸びるのかそれを見てやろうじゃないかぐらいの気持ちでまずはいてほしい本当別人になりますよ別人ぐらいにね実力が変わっていく私もあの1回で受かっておりますけど、まあ、当時はレックの模擬試験って4回なかった 1> 1回しかなかなったんですねで2回目が現在でいうとこのスーパー公開模試の1回目2回目のタイミングで実施してたんですが当時はの個人情報保護の法律がまだできていなかった頃なので成績順に名前をレック冊子にして公表しておりました成績順で名前を載せて私もあの最初のそれこそファイナルトーレの時期はそれこそ地をさ徨よってた成績でしたけれども最後の6月中旬の模試では全国 確か一番の金型だったんですね。でもう自分でもびっくりして、えー。あ、これだけ伸びるんだとね。もう本試験のところ。えー。 あの少し自信がついたのを覚えてます、まあ、今から22 22年前の話あ23年前の話なんで、えー、正直受験者の質も今よりもはるか下だったと思いますですから私の,あの話は、ね、あんまり参考にはなりませんけれども、えー、皆さん方ねとにかくそこのところまずう誤解しないでいただきたいその上でですよその上ででもそうは言ったって何もしなきゃ伸びもしないじゃあどうしましょうという話をちょっと格論として総論としてまず2ページのところをご覧になっていただいて。 これあのどうなる今年の本試験のところでもお話をしたんですけれども、えー、今の時期というのは4月以降まだまだ知識のインプットをしていただいて十分、えー、間に合う時期ですただ知識のインプットをしながらも、えー、つけた知識を定着させ維持させるという、ねえー、2つのことを同時にやっていかなければいけない今までは1科目だけ一日勉強していたようなものを複数科目を勉強していくようなです、ね、そういった時期になってまいります。で特に科目あの講座等と、ね についての説明はいたしませんけれども4月からちょうどファイナルトーレン6回まで終わる5月中旬までのところここがですね最後のインプットでテキストに戻れる最後のチャンスだと思ってみてくださいあっ、まあ、戻れるというか通読できる最後のチャンス5月中旬以降公開模擬試験がスタートしてきますとテキストをじっくり読んでいる時期ではなくなります。 えー、人中にはですね、この6 5月中旬以降にテキストを通読した方がいい方も中にはいらっしゃいます。で、これはねあの本当にケースバイケースなので、一般論としては全く進めないんですけれども、で受験生によっては。 えー、5月中旬以降にテキストをじっくり読んだ方が受かりやすいという方がまま出てくるんですね。でも、ねえー、本当ににそうういいった方方とののは、まあ、一握りの方になりなますで正直自分がそれに当てはまるのかというのはどうぞ、ね、あの個別相談等でご相談いただいた上でえで、ー、私やその他の講師から、ね、アドバイスを聞いていただきたいなと思うんですがやはり人を選びます。ですから5月中旬以降は、えー テキスト通読の勉強はあんまりお勧めできないで。一般論として5月中旬ファイナルトレの時までにですね、通読やテキストをじっくり読むのを終わらせて5月中旬以降はもうタイトなスケジュールでね、えー、1日複数科目をアウトプット中心で知識の定着を図っていく。えー 今元あの財務官僚の山口まゆさんでしたっけなんかあのワイドショーなんかで引っ張りだこで元財務官僚で東大首席で卒業されて司法試験も受かってハーバードなんだかのロースクールでも学ばれてなんていう非常に才女の綺麗いなね女性の方今ワイドショーなんかで引っ張りだこでねコメンテーターとしてやってらっしゃいますがその方がね書かれた本の中に七回し勉強法なんていうの勉強法が 7回読み勉強法あの,があの本が今ベストセラーになっているそうなんですがまさにねあのとにかくこう何度も回すということは一定のこうやはりですから、えー、5月中旬から6月、ね、中旬公開もしシーズンになりましたらとにかく問題をぐる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 回していくとでそのスピードをどんどん早めて同じ問題に戻ってくる期間を短くしていくというような、ね、勉強をやはりお勧めしたいなというふうに思っています。そうすることによって、えー 忘忘れる忘れるるる前にに同じ問題に戻るそうするともう忘却曲線がまた100に跳ね上がって、ね、でまたそれがゼロになる前に同じ問題に行くということによって、えー、こう長期記憶になっていく知識が定着していくということが起こるのはもうすでにいろんな書籍や農家学者のの人なんかの、ね、本なんんかか本でも実証済みとということになりますですから本試験までのところとにかくね手当たり次第に択一を解くのではなくてこれと決めた問題を1,000問を1回やるより300問を3回やる やった方がいいね。でもっといっちゃうと200問5回やった方がいい、えー、正直ですねそういう視線でもって勉強を取り扱っていただきたいという話はすでにまあ、どうなる今年の本試験の中でもお話をした次第ですその上でですよその上でファイナルトーレの復習方法以下それでは3番のところに入っていきたいと思うんですが ファイナル答練、えー、これ一三五が午前科目、二四六が午後科目。午前は私が解説で、午後は根本さんが解説をしてはいると思いますが。えー、私の解説の部分のところでは、いわゆる軸足にしたい基礎知識は、結局どの足だったのかというのを。解説講義の中で、お話ししています。で、自分が軸にした足と。えー、ね、えー、実際に、私がコメントした軸足にするべき知識の違いというのを。ぜひ、え、掴んでいただいた上でですね。まあ、午前は通常、お、全足を皆さん見ていかれる。 でしょうけれどもやはりそうは言ってもですね、えー、軸足から解くという発想は、えー、いきなり午後からやったのでは間に合いませんですから午前の部のところからまず軸を決めて、えー、私だったら「このう」を一番軸にする「でう」を軸にする「え」を軸にする、ねでまあ、2つぐらいの軸足で持ってあとは消去法を使ってほしいで消去法を使ってまず一旦答えを出してくださいでその上でえで、ー、全部の残りの足を見ていく。 そういったね、えー、解き方をぜひやってほしい。で、五、えー、号科目に至っては全がし見ないというのはもう定説になりつつあるのかな。 根本さんがまだ全足見るっていう意見を言ってんでしたっけ、まあ、根本障子派はちょっとまあ根本障子派に従っていただくとして私は正直全足見る必要は午前午後ともにないと思ってます。でえー、まず自分がこれという足でねどれを軸足にするのか「あ」なのか「お」なのか「あ」からいく説「お」からいく説一番短い足を読む説あじ短い足を軸にする説いろいろありますが ざっと見ていくとね、えー、引っかかるキーワードで、えー、目に止まるキーワードで軸は瞬時に決まるはずです で私はのそうやってざーっと見て、えー、とりあえずこう、えー、目に、ね、ヒットするとか、ね、もうか、えー、目で見て、ね、あこれを軸にするべきだって瞬時にサインが出てる足を軸にしてるでもそのサインは時たも間違えますから、まあ、あ私あのファイナルトーレンや公開模試の解説講義をする時もちろん全部足見るんです、ね、全,足全部解くんですねその時にそうやってるんですこうやってざーっと見てきてこうヒットする、えーえー、脳裏にヒットするです、ね、足を軸にして、えー、それを元にしていく。だけど ときたま,ま間違えたこれじゃなかったと、えー、これが軸にしようと思って読みはしたけどあだめだこれって言って次の足を見たり、えー、そういうこともありますから、まあ、でもそういうのってね慣れないと、えー、繰り返さないとものになりませんからそういう目でもってです、ね、そういう目を養うという意味を持って5000科目のところから軸足を絞るという、ねえー、やり方をやっていただいた方がいいと思うでその上でですよその上でじゃあ会終わった後の復習はどうするのか。 でこれ全部の問題の復習はせずに、えー、まず間違えた問題および復習必要と感じた足のみの復習にしてほしいでこの時、気をつけてほしい復習必要と感じた足の意味を履き違えないこと復習必要と感じた足というのはあれですよ、えー、知らなかった足じゃないんですよ知らなかった足じゃなくて自分が軸にしたのにもかかわらず、えー、間違えた足。 知っていると思って、えーねえー、取っかかっていったのに、えー、途中で、えー、これ軸じゃなかったさっき私が言ったこれ軸じゃなかったなっていうのがいわゆる知らなかったから軸にしないのではなくねあれこれ軸だと思って読み進めていったのにあれダメだめだこれ、えー、判断できない。知って ているはずなのに、えー、習ったはずなのに軸にできない、ね、で、そういったようなものを勉強復習してほしいんですだからつまり、えー、これ軸かなと思って読んでいってあれ知らねえやっていうのは復習しなくていいですもうねこの後に読んでね知らない足をね復習して知識を増やしなさんなというところですいいですかもう、えー、読んでいって、えー、これ知らねえねあの習った記憶がない、えー、うろ覚え知らない判例知らない洗礼もうですねこれはもう復習しなくていいです今まで皆さん何年勉強してます え何年もね勉強しているにもかかわらずえー定着していない論点がこんだけあるのにこの3ヶ月で新しい論点定着できるわけがない <laughs> もうあのちょっと決めつけちゃって申し訳ないんですが経験則上そうなんですあと2ヶ月うもう3ヶ月ないですね3ヶ月未満の時期で今から習得する知識定着できますか でできないんですよだから今からね新しい知識を習得するのは正直もうやめやらない初級講座を少なくとも受け終わって復習が一通り終わっているのであればですね皆さんの習った知識でもう合格は引き寄せられますよ習った知識だけの知識だけでなんとかするという発想を持ってください正直ね1回で受かった方ちょっと夢を壊すようで申し訳ないんですが実務で相当苦労します 実務で相当苦労するこの間あの1回で受かった、ね、方たちをお呼びして、えー、やった時にも言ってましたよ周りにいる、えー、長年ずっと勉強しているでも全然受からない補助者の方が僕の何十倍も知識がある、ね、だから実務ではほんと肩身が狭いその通りだと思います。 一回で受かった方の夢を壊すようで一回で受かろうとしている方の、ね、夢を壊すようで申し訳ないんですが一発合格者すげえ実務で <laughs> あの苦労しますこれはもうねあの今まで何十人何百人の一,一発合格ね見てきて思うことなんですが先生本当に苦労しすね本当にあの自分の知識の量の少なさにもう愕然としているとそれがでも現実なんです。 で正直ね長くかかった方長かった方はだからそれはね逆には意味で長かっちゃった方への夢を与えることではあるんですが本当にねあの長のかかった方は実務で、えーまあ、滑り出し好調でね、えー、いい働きをするんですよでもそれはどうなんだろうあの長くかかった上で合格をつかんでその後、ね、実務でいい滑り出しをするのと、えー、短い受験生時代でですね、えー、合格をして実務に入ってからまあ苦労するのと。 どちらを選ぶのかどちらがいいのかは、まあ、人によるのかもしれません <laughs> 正直ね、えー、特別研修を受けた上での認定講座一発合合格格者の不合格率非常に高いんです私が過去に送り出した一発合格はまあ特別研修であの皆さん苦労してで、えー、認定講座で落ちてる人もパラパラといらっしゃってもうこの間も説教したんですよねこの間去年1回で受かって認定講座は落ちてもうこの間説教しましたがもうお願いながら今年は受かってくれというふうなことをね言ってきたんですけれども。 ででもそれが、ね、現実なんですだから、えー、知識を、ね、とにかく増やしなさんだ、ね、そこのところはもう皆さん、えー、自分で、えー、肝に銘じておいてほしいそれから、三角問題、えー、レベルがね三角問題並びに、えー、復習度 C の足これも全くカットしていただいていいですよ、えー、とにかく復習する分量を減らそう減らそうという目線でもって復習をしてほしいで復習はなるべく早いうちに、えー、できればその日のうちにやっていただくことがおすすめです。 で、さらによく質問を受けるんですが、翌日にもう一回解いた方がいいですかまた翌週、翌々週にもう一回解いた方がいいですか一切いりません。一切いらない。で、なおかつ4月以降にですね、回す題材、もう皆さん大きめだと思います。過去問なのか、1月から3月の実力要請答例の問題なのか、その答例の問題でも過去問の問題でも、その回す題材にファイナル答例の問題をいちいち入れないこと、えー、入れちゃダメですよ。えー、とにかくファイナルは、 一度復習すれば解きっぱなしでいいですあ、解きっぱなしっておかしいか、復習すればその後放置でいい、ね、とりあえず1回復習をする、そして放置、ね、それをぜひですね、あの徹底していただきたいと思います。さあ、その上で3ページ目、じゃあ、本当に閣論のね、ファイナルトレーレン、第1回目を受験して、成績が芳しくなかった受験生のための科目別学習法、究極のアドバイスも中には入ってますから、講師としていいのか、そんなこと言ってっていうのも含まれていますが、山手の要素も含んでますので、一つの、まあ、参考にしていただきたいと思います。 まずね民法ですけれどもアウトプットしながらインプットするという勉強方法へ、えー、転換をしてほしい、えー、問題ごとにテキストに戻る、まあ、これはあれですよあのファイナル等連の復習の話じゃなくてこれから4月以降回す題材が過去問なのかないしはトーの問題なのか他社の問題集なのかそれは皆さんごとに違うでしょうけれどもその それを回しながらアウトプットしながら必要に応じて過去問なら過去問の解説でインプットするという発想に書いていっていただいた方がいいテキストに戻るのは問題からではどうしようもないほど抜けている箇所のみでもちろん論点によってはこれだめだと。 いうものに関しては小単位節単位で丸ご,ろ丸ごとテキストに戻っていただいてもいいと思いますですけれども間違ってもテキストを全部通読するというような、ね、勉強は正直人を選びますから、ね、その自分がそう選ばれた人なのかどうかなのかは個別相談等で、えー、相談に乗るとしても、ねえー、テキストをべったり読むのは本当にやめていただきたい、ね、で正直成績が良くなかったのであれば、えー、過去問がおすすめかなと思います いいですかあの合格レベルよく私が言うのは過去問から離れていい人の目安というのが直前期,、ね、直前期に過去問から離れていい人の目安。 昨年の問題29年の問題をすべての足35問かける5足あ違う70問かける5足、えー、あの問題が過去問に出題された論点か否かをあこれ過去問出てるあこれ初めて出たあこれは、えー、何年何年は分かんなくていいや何年は分かんなくていいんですけどあこれ過去問に出たことある知識あこれお初の知識あこれこれは出たことあるっていうことが分かるか否か。 で8割以上の確率でその過去問に失礼されているのか否かが分かるんだったら過去問から離れる時期だと思いますで正直、そこまで分からないんだったら過去問から離れないこと、えー、過去問をベースにするのが一番安心かつ安全だと思っております。 で、えー、推論はやらなくていい、推論はあ正直、えー、復活するかどうかは謎ですが、うん復活したとしても、ですね、えー、ここまで過去3年出ていないことを考えますと、出た時に、えー、皆さんが毎年出ていた頃の実力を維持しているとは到底思えない、<laughs> あの受験生がね受験生が毎年毎年推論が出ていた時の実力を、えー、維持できているとは到底思えないので、さんたる成績になると思います、全員が。 ですから、えー、勝負はそこじゃないんですね、推論ができなかったから落ちましたは言い訳にならないと思います、なので、推論はもうやらなくていい、まあ、ファイナルトーレンなどに出た推論はもちろん復習はしてくださいよ、だけども過去問の中の推論は全カットです、そして再建再建騒いでますけど再建が本当に原因ですかと、再建再建再建ができないんです、事務管理、委任、帰宅、ね、組合、ね、あそこらへんのところは全然できないんですよ。 そういう人に限ってて親族相続を一ととか落としてるいいですか親族相続を、えー、伸ばす方が債権伸ばすよりも、えー、10倍簡単ですですから親族相続をとにかく落としなさんだそして非典型担保仏像大戦友正直もう自分の今の、ね、実力等々を考えて、えー、そこをやらない。 だけれども物件を確実に取る、ね、物件というのは非点検担保や物上代、専用以外の物件ですよ。えー、物件が7問、8問出てくる試験ですからこれをやらなかったところで他を取れば点数にはつながってくるわけですそういったね選択をしていただくというのも究極の選択としてはあるんじゃないかと思いますそしてこれは過去にいらっしゃいましたすごい忙しい保険,の保険会社のです、ね、とある男性正社員の方。 5年分の過去問をとにかく自分は完璧にする先生がやってる直前択一過去問絞り込み講座あれ10年分ぐらいの問題なんですがそれすらも自分には多いとでもうとにかくこうなったら5年分を、ねえー、人の3倍4倍やり込んで自分は合格したいと思うそれでいいだろうかっていう質問を受けたんだちょうどこの時期でもうその時の、ね、本人の様子から決めてらっしゃることが分かってましたからもうお決めになってるんですよね 言ったらはい決めてますと、もう自分はもう五年分の過去問をとにかくしっかりやり込んで、えー、それしかできないし、ねそれがあね、えー、ベストだと思う。まあ一応念のため先生に確認をいいんじゃないですかと、もう、えー、まあその方は一回で受かったわけじゃないんですけども。 本当にやりきりましたよ。本当に五年分の過去問を何回とろかれた、何回とれたんだろう。それでも、あの、ね、外回りが多い仕事でいらっしゃったんでね。六月の第二週まで完全に働きながら。本当にその年受かっていかれました。ですから、問題数の多さじゃないんですね。 問題数の多さじゃない多い問題を回したらどうだ偉い,偉いだろうすごいだろうという発想からはもう切り離していただきたいもうとにかく単年度版合格損でもいい自分で、えー、編集し直したのでもいいとにかく絞り込んだ問題をね、えー、とにかくしっかりやるという発想を持っていただくのがおすすめだと思いますさあそれでは次会社法に行きましょう会社法基本的には民法と同様ですただし民法と違うところ <laughs> 丸4のとこ先に行きますが会社法は暗記科目です いいですかあのお電話相談をしていて最近ちょっと感じるのがちょっとこれは皆さんに苦言を呈することになりますがちょっと皆さんえー、いやいや私が多分そうさせてしまったのかもしれませんが少しあのうんあ,あの <laughs> あのですね講師が20年前と比べて昔はなかったなっていう質問が多くなってきてる気がします。それれががね会社法が、えー、苦手なんでですすすけどどうすればいいですか 会社法が点が伸びないんですけどどうすればいいでしょうかという質問が増えたということなんです。これねあの、昔はこんなこと絶対なかった、どうすればいいか、それを私に丸投げなんですよ、自分で考えろっていうね、あの自分で考えろっていうのは、あのそれは講師がもともと教え方が悪かったっていうんだったら、いに我々の責任で,すでもねそう、そうじゃないんです、あの伸びない、ね、伸びないんですけど、いろいろ話聞いてると、やってないんですよ。 勉勉強強しててなないい時間をかけてない特にその覚えてない、えー、まあ理解はしたとしてもですね、えー、覚えるそしてそれなりの時間をとってないであのー、前1回で受かったとあるね受験生の方が、えー、やはりあの座談会で <coughs> 去年かな、えー、公開質問をね、えー、取った時にそのやはり受験生の中で解消法が苦手なんですけどどうすればいいですかね まあその受験生1回で受受かっったた験生の方も会が苦手だったんですねでそれはあのその前の座談会で言ってらっしゃったんで「僕も会話法が苦手なんですけどどうすればいいですか?」って質問したんで、まあ、まあ収録とかも切ってあのオフレコの場面だったんですけどその答えた一発合格の方ねちょっとまじ切れしてですねあの「君ね」とかにも説教始めて。 会社が苦手なんだけ「どどうした方がいいですか?」とかって言ってる場合じゃないよとかね <laughs>「おーおー偉くなったなと思って横で聞いたんです私はあの、ね「そんなこと言ってるじゃんまあ君受かんないよ」とか言い出してで僕だって苦手だっただけど僕は先生にね「そのどうすればいいですか?」なんて一度も聞いたことないとにかく暗記しなきゃダメだっていうふうに、ね、思ったからもう死ぬ気でもう暗記したんだ。 おえーえー、ずいぶん偉くなったなと思いながら横で聞いてて本当にまあでもその通りなんですよ、えー、いいですかあのお自分でそのお身を削って暗記してますかとね特にね会社法は民法と違って暗記の質が違うんですよ暗記の質が違いますみいいですか民法は、えー、担保物件のあ担保物件じゃないあの担保責任の一覧表皆さん覚えてますよね善意だとあのできること悪意だとできること、えー、代金減額請求損害賠償解除ね あの表をとにかく暗記しろとよく言われます。言われますけど、民法のあの手の表は出るとかは決まってる。他人物売買の悪意で、えー、ねできる損害賠償できるね、えー、あのあ悪意で解除できるね、えー。それからあ,あとはあれですよ。あの養液物件によってあの担保権が他人の担保権がついていた場合に悪意でもできるね、えー。空いたところがピンポイントで出てくる。 で代金減額請求ができる、できないだとかあと,はあ,のお、えー、あとはですね,そうね代金減額請求ができる、できないだとか一部、他人物だった場合とかってあんまり出ないつまり何を言いたいかというとこれ暗記しなさいねって一般的に言われる図表の中でも出る箇所が決まってるんですピンポイントなんですで、同じところが出るんですところが、会社法の暗記しなさいねと言われる図表は全部出るんです、どこが出るかとはもう、ね、その年次第皆さん覚えてます 株券、えー、提供広告の一覧表ね、それから新株証券証券提供広告の一覧表、えー、株式買取請求の一覧表、えー、たまたまあの一箇所、例えば全部取得条項付き種類株式を、えー、設定するときに、えー、株券提供広告が出ない、株券提供広告が必要であるあれで出題されてますよ。だけどもそこしかまた来年再来年、えー、そこだけが出るとは限らないね。 いわゆる株権提供広告の一覧表だったらたまたまここが出たけれども次はその下かもしれないその、ねえー、2個下かもしれないつまり少数株主権でもそうです、えー、解散請求の時の10分の1以上の、ねえー、少数株主権あそこは出てますけどじゃあそこが来年以降も出るかって言ったらそうじゃないあの,あの手の会社法で覚えなきゃいけない図表は来年再来年どこが出るかは変わるんです。 だから会社法の暗記しなさいというのは全部暗記しなきゃいけないもう、ね、腹くくってもあれですよ修行だと思って割、えー、り切らなきゃいけない、ね、そういったようなことをです、ね、そもそもやっていないのにどうすればいいですか、点が伸びませんもう、ね、あの正直、私優しいから答えますよ答えますけどあダメだなと思いますあの、電話相談しながら厳しいことを言うとこの受験生は正直、今年じゃないなと思うのは、ね、もう相談内容で分かります。 でえー、直前3か月ですと特にやっぱシビアに言いませんけどね言わないよ言 <laughs> 言わないですよ言わなないいでですすよよそんなこと言ったらあのちょっと、ね、あの2チャンネルとか5チャンネルに書かれますからね書かかれますから言わないですけど言わないですけどおそこを聞く前にできることをやったのかなっていうのを、ね、正直思いますですから会社法に関しては、ね、とにかく暗記だと思って、えー、腹をくくって覚えてみてください。その上ででまずは期間株式です えー、機関ね監査等委員会設置会社はいいけど監査役設置会社の要件だ、なんだね、えー、株式のお先ほど言いました買取請求できる、できない、ね、そういったところちゃんと覚えましたか、ね、でその上でそれでもお時間があ切羽詰まっていらっしゃるのであれば社、ね、債、監査等委員会設置会社訴訟、訴訟,、ね訴訟ね、やなっていいですよ特例有限、えー、商法総則商行為。ね こういったものはカットして株式機関に力を注ぐで訴訟分野100%完全親子会社関係の訴訟がわからないんですけど的確旧株主がわからないんですけど質問が来てます。26年改正の的確旧株主だとか、ね、いわゆる特定責任の問題だ28年の出てしまった出題、ね、あれがわからない。 君そこなのっていうのを正直この間言いました。君そこじゃないよねと。26年改正の訴訟分野、あそこは確かに28年出てますよ。でもあの年の合格者、あの問題、どれだけの人ができたか。あの株式の担保家の問題と特定責任の問題、合格者まずできてません。ね でえー、30年出たとしてもそれが合否を分けることには絶対ならないと思うだから訴訟分野じゃないんですよ、ね、そこのところ、えー、ぜひ、ね、あの注意していただきたいなとそして、えー、出現してきましたよ直前3か月、えー、出てくるの大体この時期に「先生会社法は条文ですよね,ね」受かった何とかさんが言ってました「ね、会社法は条文をとにかく通読しろ」って、ねうんあの「その人にとってはそうだったかもしれないけどあの今会社法何問ぐらい取れてる?ってね」 はいえー、9問中今、えー、取れて四問ですん条文じゃないねあなたはねと、いいですか条文学習が重要というのはいいですか <laughs> 9問中7問コンスタントに取れる人にとっての話ですだから条文学習がね重要っていうのは間違いじゃないですよあと2問のこ伸ばすべき時に条文が意味を持ってくるだけども、えー、9問中4問しか取れてない人に条文学習をやったところで何の意味もありませんですから条文ではなくねとにかく過去問からインプットをし、ね、そしてテキストの例えば取締役会設置会社株主総会の取締役会設置会社の、えー、か田舎で変わる論点 いいですか。株主総会と取締役会の招集期間の差だとか、それから決議要件、そういうのをちゃんとまずは覚えてるのか、そういったところにぜひ注意を払ってほしいなと思います。さあ、そしてえ次四ページのところ、刑法 <laughs> 刑法ね。過去問からインプットというのはまあすべて共通なんですけれども、過去問は平成以降ね、えー、いしは。 ちょっと民法などよりかは多くやっていただいた方がいいできれば平成以降と言いたいところなんですが、まあ、時間がない方もし民法などで5年分にするような選択をされる方でも10年分はやった方がいい刑法も平成12年、えー、などに出ている、まあ、推論問題ですねこれは一切やらなくて結構ですそして、えーまあ、山的要素で申し上げると国家的法疫、えー、公務執行妨害などですね 住居侵入横領正当防衛やらなくていいと思います。正当防衛やらなくていいのはあ、正直ね。問題数も減ってくるんじゃないかなと。とで、横領以外の財産罪をぜひ中心にやってみてください。そして、えー、刑法憲法どちらか得意を考えて、刑法が不得意なら総論はこの際やらないで、県警に関しては司法書士試験の通説である。 得意を伸ばすな、苦手を潰せ。ね、これ、小書試験で言われる黄金の、ねえーまあ、アドバイスとしてよく言われるところなんですが、県警に至ってはそれ間違いです。得意を伸ばせ、苦手を触れるなです。ね、ですから、県警に関しては、刑法が不得意なのであれば、 もう触れない。憲法の方に上と置く。だからもちろん憲法が得意であれば刑法に触れないと。ああ、うん、反対か。えー、刑法が得意であれば刑法を伸ばし憲法には触れない。でこの時期からあ得意なあ方、うん不得意な方が伸びるわけがないんです。 この2科目に関してはちょっとこれ言い切っちゃって申し訳ないんですがですから憲法、刑法についてはねとにかく6問中4問が狙い得意な方う3問狙い不得意な方1問死守その発想で、ぜひいていただきたいなと思いますそして山手が両者ともにかなり有効ですから山手についてもですねしっかりと自分の中でも見据えておいてほしい。 そして憲法、アウトトプットの題材はは過去問だけでで無理です、えーまあ。絞り込み講座を取っていらっしゃる方はあ問題数十分に用意しておきましたが、えー、そうでない方は択一到達のチェックテスト初級の1年目の受験生の方ねもしくは当連のファイナル当連公開模試で解くたびごとに問題をためていき30問ほどの題材を揃えてそれを回していくような形をお参考になさってみてください。できればあの回す題材の中には、 そうですね、えー、網羅的な状態にしていただくのがいいつまり、えー、統治、人権、ね、網羅的な30問ほどをめどにしていただくのがいいかなとで推論対策に関しては、ね、正直、当連公開文書で出てきたものをやると。 当連公開模試、まんま出る可能性があります。そのまんま、本試験で出る。その時に、えー、ああ、復習しときゃよかったと思わないようにですね、えー、当連公開模試で出てきたものだけ、過去問の中の推論対策はやる必要はありません。えー、そして、判例、えー、単純暗記分野、特に統治、特に統治、えー、これはもう本当に自分を追い込んで、えー、暗記をしていただく。いいですか 衆院の優先権とかねああいったものはもうとにかく覚えら解けるんですからしっかりとやっておいてほしいそして財政地方自治はこの際やらない財政地方自治よりやるんだったら司法権やる。 で先ほど言いましたああ先ほど言いましたというか丸5極端な話憲法については自分でアウトプットをやらないもう毎回ファイナルトーレンび公開もし出てきた問題だけをひたすらやるつまり回さないもう自分で10科目だということで憲法が苦手な方へのアドバイスですよ憲法が苦手な方は自分が回す題材は憲法を除いてファイナルトーレンと公開もし出てきた問題だけをひたすらやるというそういったやり方もありなのかなと思います。 さあ続いて、えー、5後科目いきます、不当法卓越対策からまずいきますと、アウトプットしながらインプットするという勉強法はすべての共通なんですけれども、これ、先ほど言った、ねえー、テキストに戻る分量はなるべく少なくしていく、ね、題材はやはり過去問がおすすめとなります、5ページいきまして、極端な話、あこれはもう共通だな、えー、5年分の過去問をしっかり解いていけば、16問中13問は正解できると思います。 さあそして、えー、苦手な方がよく漏らすのが読み取りり問題利害関係人がわかりません、えー、これねこれ私あの最初抵抗したんですけどもう森山さんが行ってこいって言うからちょっと言いますけど森山さんのアドバイスですよ森山さんのアドバイス。 大規模読み取り問題はあこの際諦めろねと言ってこいと言われたので森山説をねちょっと私はそれちょっと乱暴じゃないって言ったんですけどまあでも森山さんが言うんで言っときますえ大、ー、規模もん大規読み取り問題は諦めても受かるそうですねでそこじゃないそうです彼に言わせると大規模読み取り問題をねえー、本試験の時にまあもちろん勉強する時にはねチャレンジはしといた方がいいんじゃないかと思うなんですがえー、本試験の当日はあ正直これを回避して他で手堅く取る というのも、えー、十分戦略の一つだというふうに、ね、森山さんはそう言ってましたのでこれは一つのアドバイスとして、えー、彼の言葉を借りて言っておきますそして、えー、丸 ⑤ 総論分野よりも格論分野を分野を中心にやってみてくださいで、総論が、ね、苦手だ苦手だという人の理由は二つです原因は格論ができてないか暗記してないかですね総論が苦手という人の、えー、半分のまあ原因となるのが 格論ができてないだったら「格論」をやりましょう「格論」をやれば格論が伸びるのみならず総論の下支えにもなりますからですから「あ格論」の方を中心にしていただくといいそして、えー、総論分野もしその上で、えー、勉強するのであればまずは添付書類です添付書類をしっかりとね協力、えー、していくといいそして <laughs> カットするんだったらここ敷地権付き区分建物工場財団破産の登記信託です正直信託は あの記述の上では少し山にはなってくるんですが記述対策の信託の山手てはピンポイントで山手てのところだけやっていけばいいと思いますので択一の対策としての信託は正直カットもありかなというふうには思っております。さあそれでは記述対策 えー、初見の問題を前も言いました4月から、えー、週に2問解けと言ってたんですがあれはねあの万人受けするアドバイス、えー、万人受けするアドバイスで、えー、いろんな方が聞いているのを存じてましたので、えー、正直、ファイナル答ン1回目で、えー、ズダボロになってしまったのであれば、えー、5月中旬、ファイナル答ン6回目までは1週間に1問でいいです。1問でいい、ね 去年の1回で受かった方は1問だったそうですよ、中にいらっしゃったうちのクラスから1回で受かった方で5月中旬、ファイナルトーレン明けから週2問にしたそうですですから1週間に2問新作やれっていうのにがんじがらめになってですね、卓一がぼろぼろになるぐらいだったら、いや、ファイナルトーレンの1問を完璧に死守する、そこを目指してみてくださいで、それ以外の日は、書式ベーシック、または記述解開放、ベースアップ講座レベルの問題を繰り返す、聖書はしない。 不当消灯、一日1科目でいいです不、今日は不当、明日は消灯、また不当、消灯でその時に清書はしなくていいんですけどやっぱ、ね、あの自分の金銭に触れる問題があると思うんです、あこれは書か,書かなきゃだめだな、ね、そういったものは絶対手を動かして書いていくでさらに記述をやる時間帯を一、ね、日の時間帯の中に決めてしまうといいもう1か月繰り返せばルーティンになります。 でえー、とにかく目覚めの傷つ、ねえー、寝る前、傷ね、昼ごはん食べた後の記述その時に傷つを持ってくる時間帯苦手な方は頭冴さえてる午前中にやったほうがいいで記述がある程度、好きな方は一番眠くなる午後お,お昼明けにやるといい。 というふうに、えー、記述が得意であればあ一番、えー、仕事が乗らないとき勉強がはかどらないとき一番勉強がはかどるときに一番好きなものをやる人がいるんですけど絶対だめですよ一番勉強がはかどるときに一番嫌いなもの一番勉強がはかどらない眠くなる辛くなる集中力切れるそういったときに一番好きなもの記述が好きか嫌いかでやる時間帯も決めてしまうことをお勧めしますそして、えー、時間が足りない、ね、皆さんから出てくるあのこの質問 もう足りないの当たり前、ね、足り今,の時期に今の時期に時間が足りる方は正直相当な実力者です。でね初級それも1回で受かろうなんていう方がこの時期に時間内に書き切れるわけがない,、ね、い,いですか書き切れる方がおかしいだからもう書き切れないのは悩まない、えー、時間内に書き切れるのは最後に伸びる部分です。本試験の当日に初めて書き切れたっていう一発合格がどれだけ多いか。 そこをねしっかりと知っておいていただいて時間内に書き切れないことは悩まないだけれどもいろんなペンを試すことをやってみてくださいいろんなペンね私10本ぐらい試しましたよで10本ぐらい常時筆箱の中にストックして あの手が疲れてきたらこのペンで最初はこのペンといって,言ってあの筆圧等々の関係書き味の関係でどん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 ペンを同じ記述の問題の解く中でも何本か変えていくそういったようなものをやはり用意して最終的に、ね、あの筆箱の中に本試験当日持ってきましたからそういったようなことは一つ準備はしておいてほしいと思いますが時間内に書き切れないことを何か焦る必要は全くありませんで次名変の択一知識。 名変の択一は出ないあまりね出ないんですけどとにかく名変の択一洗礼を完璧にしといてください。いいですか A から BB から A に戻った時名変いらないなんていうのはあれあの択一知識を知っていなかったばっかりに、えー、記述で1枚ずれたなんていう有名な年が、ね、あったのはまあ記憶に新しいとにかく択一知識をしっかり学習をねしておくことをお勧めします。えー 次、消灯法行きましょう。消灯法。えー、択一は、あ基本的な不当法と同じです。そしてもう、株式と持ち分、これを中心にしてみてください。えー、株式会社の中でも、監査等委員会設置会社、えー、構成抹消は正直やらなくてもいいのかなと。そして、えー、持ち分会社の中でも、計算、解散、生産は回避。 えー、持ち分会社の合同会社の計算とかねわけわかんないでしょいい,いいんじゃないですか飛ばしちゃって持ち分会社の計算がもし出題されたらもう誰ができんのかっていうレベルになっちゃうと思いますから、えー、勝負はそこじゃないと思いますだ,だったらやらないそこにかける時間を節約して他に当てた方がいいそして一般財団法人、えー、まあ一般社団もそうですけど一般社団一般財団特例有限、えー、外国会社個人承認の登記総論勉強しないという選択があってもいいと思います あの何度も言いますがあれですよ、えー、ファイナルトレーナーが芳しくなかった方へのアドバイスですからねある程度できている人はやってほしいんですけれどもこういう、ね、マイナーなものとウエイトをかけるべきもの、ね、というのは区別していくことをお勧めしますさあそして、えー、総論分野あもしやるのであれば印鑑届出と印鑑証明書を勉強していくのがおすすめということになります。じゃあ法法の記述対策、えー、基本的には不等法と同様ですただ <laughs> 悩むところが組織再編の登記どの程度やるか組織再編ですね正直今年はあの先祖返りで組織再編が出題される可能性は否定できませんだったら株式移転でしょうでも株式移転が出るんだったら株式移転だけ勉強していいというわけじゃなくてやっぱ九州合併の登記から勉強しないと正直無理だと思いますから、えー、九州合併と株式移転のベーシックレベルでいいねそれはやっておきましょう。 そして、えー、記述の対策としては設立特例有限をやらないという選択があってもいいと思いますでまたあ役員変更を中心に勉強する特にあの役員の任期中のあれ危ないですよあの事業年度の変更それから任期の変更、ねえー、そういったところは、えー、やはり自分の中でしっかり、ね、勉強しておくといいそれから、えー、監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社はもういいと思います。 あのまあ、フェイントで指名委員会等設置会社というのがある可能性は、えー、ゼロではないにしても、うん、正直監査等委員会が26年出てますしねあ26年じゃない27年出てますしね、えー、正直これは、えー、記述としてはいいのかなという気がいたします、まあ、あの株式移転、えー、と役員、ね、しっかり、ね、ここ注意をしておきましょうじゃあ次民事訴訟法 でえー、これはマイナー科目ですから、やはり過去問、例えば民法不当は5年分にしようという方であっても、民訴はあ最低でも10年はやったほうがいい。 そして一部請求、弁論主義規範力、処分権主義あたりの、ね、難解な判例問題、えーままあ、一例として24年の二の絵、ね、で出ているような、まあ、あとはあ総裁が出てくるような論点ね、えー、総裁が出てくるような論点は大体難しいんですけれども、まあ、あの足レベルの知識になろうかと思いますのでそういったような裏の解説を見て判例が根拠だったらやらないとかねそういうような姿勢で4月以降臨んでもいいと思います。 そして、えー、昨年出てることもあって、控訴、上告、広告やらない。支払い督促も無視。支払い督促無視だったら嬉しいでしょ。えー、手葬はやりましょうね。手形訴訟はやっていきましょう。そして、27、28に出た、相達管轄。これやらなければ嬉しいですよね。少し論点が減るんじゃないかと思います。で、えー、さらに、今年は民相、難しくなる。 可能性の高い年です昨年がそうでもなかったので、えー、順番からいくと民相なんかの傾向の年に当たっちゃうかな、えー、でも難しい問題は絶対2問止まりでその2問見れば分かりますよあこれ難しいね,ねそしたら本試験当日大丈夫みんなできない、ね、と思ってほしいんですみんなできませんからなので、えー、難しい年に当たっても本試験当日絶対焦らずに。 でもそういった年にこそ5問,問,問中3問はあ絶対過去問の組み合わせ、えー、その3問を狙ってくるようなあ勉強をこの3か月、えー、ぜひね、あのー、目指していただきたいとねまあその上で構想とか上告とかもちろんそれは過去問の中か,からとぞいていただいてもいいんですけど、ね、とにかく証拠調べだ証人尋問だ、ねえー、口頭弁論の欠席の効果だ、ね。 そそうういっっったベタベタタ論点をしししかりとやっててきましょうさあそして民室です民室こちらの問題過去問は最低でも平成以降、まあ、1問しか出ませんからねただし20年、29年の間接強制はもう絶対出ないのでカットで今年は順番からいったらまあ不動産強制競売でしょう、不動産強制競売、もう寝ても覚めても強制競売、ね、強制競売だけだったらなんとかなるっていう人も多いんじゃないかと思います。でえー 不服申し立てがらみは請求意義、第三者意義よりも執行広告、執行意義。えー、こっちの方がウエイトが高い。で、えー、債務名義は無視。執行分をやりましょう、えー。債務名義はやらずに執行分。そして、強制管理、動産執行、債権執行、この際無視。 えいうことでもう寝ても覚めても不動産強制競売、ね、そこを中心に勉強するもしくは、えー、初級生の方だったら民質は正直もうカットっていう方もいらっしゃるかもしれないそれだったらば山手講座等々ねぜひ受けることはやっていただきたいなと思っているところですさあそして、えー、7ページまあそれが書いてありますね究,究極の選択として執行部の箇所と不動産強制競売以外やらない、ね、というのもありだしもっと言っちゃうと初級生私はもうそれは認め,認めてるという言い方おかしいですが あの推奨こそしてませんがありだよって言ってるのがもう民主は自分で3か月勉強しない直前期勉強しない、ね、で、えー、山当て講座とファイナル公開模試で出てきた問題の丸暗記、ねえー、ファイナル公開模試の出てきた問題丸暗記と山当て講座で、えー、直前3か月 C56 民室の勉強カット全カットねそれも正直ありだと思いますそうやって1回で受かった人何十人も知ってます ですからあ皆さんの、ねえー、勉強の進捗度合いに応じて、えー、検討してみてください。じゃあ次いきます民事保全法、えー。過去問は最低でも平成以降分ただ19年、13年、24年の問題は、えー、まあ出ないでしょうもう出ないと思いますのでやらないとにかく仮差し押さえ仮差し押さえの発令えこれが山です仮差し押さえのところ二、えー、ができたら保全執行,、ね保,全執行ねえー、保全執行をやる。 そして保全取り消し、保全意義はもうこの際、泣いて場職を切るじゃないですかもう泣いて切るねもうこれはもう出る可能性は否定しませんがえやらない、占有移転禁止の仮処分やらない。これも 極端な話他の進捗状況が怪しかったら、えー、3か月勉強をカットし、えー、毎回のファイナルト、えーレン公開模試で出てきた問題だけをひたすらやるあと山あてねあと山あて講座、えー、利用する山手て講座はあの根本さんの出題予想論点総まとめ講座と私のマイナー,ー科目のです、ね、山手て講座、えー、いずれもマイナーの山手てをしますので、えー、そういったところにぜひ、ねえー、ご期待くださいさあそして教託法です。過、えー、過去去問問からインプットはは共通でも過去は最低でもも最低年分 で過去問、A、から繰り返し出される出題される可能性マイナー科目ダントツ1位が教託法です主要科目はダントツ1位は不当法ですよね、えー、マイナー科目のダントツ1位が教託過去問から出る、まえー、主要科目のダントツ1位は不当法ということになりますということは過去問やっときはなんとかなんですよなんとかなります、えー、次教託申請手続き教託払い渡し手続きをやるのであれば添付書類の丸暗記 もう添付書類暗記でどっちかと言ったら供託申請です、今年は供託申請です、払い渡しじゃないです。だって28年申請、29年払い渡し、で30年申請でしょう、申請か払い渡し、どっちか、えー、繰り返し出てるんですから、順番から言ったら申請手続きの方です。だから ③、丸さん、供託払い渡し、仮処分解放金、仮差し押さえ解放金、やらない選択は正直ありかなというふうには思っております。 えー、払い渡しやらなくていいんだったら楽でしょ申請手続きの添付書類だけ覚えればいいんですから、えー、そこをしっかりやっていきましょうあとねちょっと今年危ないのが時効ね供託、えー、の時効については払い渡し請求の払い渡し請求申請請求両方に関わりますが時効はちょっと危ないと思いますあと保証供託ね保証供託はあの山手としてはちょっと危ないと思いますので、えー、正直しっかりやっておきましょう さあそして最後の司法書士法過去問は平成15年以降分しか、えー、そもそも合格図に収録されていませんからそれを全部やってみてくださいとにかく法人業務業務を行えない場合、えー、ひたすらぐるぐる回ってる感じですで平成12年までの先祖返り問題いわゆる補助者を雇う注意点事務所設置の注意点領収書の問題事件簿の問題登録申請等々については、えー まあ、あの出る可能性は否定されませんが、まあ、レベルとして難しくありませんから、えー、そこをあまり注視するのではなくとにかく法人業務を、ね、しっかりやりましょうで司法書士法も自分の勉強でやらないという選択はありだと思います、ね、そうしたらすごい楽でしょ、えー、民出民法司法書士法3か月やらなくていいっていうね、えー、極端な話山当て講座と、えー、前からの毎回のファイナル公開模試で出てきた問題ひたすら暗記全暗記ね でレック司法書士法の公開模試かからのかなりズバリ的中相次いでます公開模試やファイナルトーレンでそのまんま、ね、足の組み合わせ等でちょうど本試験で同じような問題が出てますからそういったズバリ的中をぜひね信用していただいてそれをやるというのも正直ありかなというふうに思っているところです。 さあまあ8ページのところはあの皆さんの方でちょっと後でご覧になっておいていただいてですねでこの3ヶ月、皆さんにとって本当に正念場だと思います、どれだけ伸びるか、この3ヶ月でと、えー、いうところで皆さん方のその伸びをぜひ私に、ね、本当にあの7月以降教えていただきたい、ですねこんな伸びたよ 毎年その報告ね、えー、受ける度ごとに私もドヤ顔ででしょう。言ったでしょう？っていうあの瞬間をどれだけ楽しみにしてるか。もう皆さん方のね。本当に嬉しいご報告をお待ちしております。そして、今日ね、あのお渡しした渡したとか。まあ,あのもうレックの各本校に設置してある。この公開模試のこあのパフレットの中にちょっと何点か、えー、皆さん方に告知があるんですが、まず本試験のあの受験。 午後科目の時間配分について9ページのところに載せておきましたので、まあ、ちょっとそれは参考になさってみてくださいこれは私がこうやってや解いたよっていうだけでこの通りにやれって言ってるんじゃなくて一つ初回受験生の方であればですね参考にもなるのかなとで記述2問からやるっていう王道のやり方以外の方法として参考になさってみてくださいそれから公開模試の申し込み特典民事保全法司法書士法至極の15ページプラス プラス六点の可能性を限りなく高める一冊とかにこういうのだからうまく利用するんですようまく利用して、えー、これをねあのと侵入するぐらいのつもりで、えー、取り入れてみるとか でもうブレイクするなどから離れてしまってマイナー科目に関してはこういったね、えー、教材からあインプットを暗記していくというのもおすすめです。そしてスーパー公開模試のこれ受験特典です。受験しないともらえません。えー、記述式ミス防止チェックリストねなんていうのもぜひ参考にしていただきたいと思います。そして12ページのところに全国公開模擬試験申し込み特典としてこれあの記述のお、えー、解放の実況中継動画毎年何百人の方がご覧になってあ何百人じゃないです。 1000人を超える方がご覧になってていいただいておりますで、当案構成用紙を使う、使わない分かれておりますので全部見る必要はないと思います、全部見る必要はないと思うんですがぜひ、ね、参考になさってみてください。さあ、あそしてスーパー公開模試の特典動画、これ、申し込み特典、えー、申し込み特典、ことはあの、えっ、ー、とね、昨年違う、えー、2年前に、 満を持して直前講座として鳴り物入りでやったんですけどすどべりしたんですねこの講座受験あの午前科目35問目をなんとかする講座っていうのを2年前にやって私めちゃくちゃこれあの気合い入れて講義したんですけどちょっとあの皆さん方のあまりあの支持を得られずですねあの申し込み自体の件数が伸び悩んでもうあんなに予習してあんだけいいレジュメ作ってこれをこのまま寝かしてしまうのもったいないということで今回特典動画として35問目のですねちょっと 知識に特化した動画を三時間実施いたしますで、ただしさっき言った会社法三十五問目をカットしようとする人はみんなっていいですよで、こちらとあと根本さんの 第二回目の自分でセレクト15分で聞く残しがち論点20ねでこれも残しがち論点なので、えー、正直プラスアルファの知識であるかと思います、えー、ですので皆さん方ね、えー、ご自分で聞く聞かないね、えー、選択していただきたいなと思いますそしてですねあと裏表紙のところに、えー、本試験の出陣式これはぜひねあのー、見ていただきたい出ていただきたいで出られる方は生で、えー、ウェブでも通常2週間のところ2日 5日後の6月21日からウェブアップされていきます去年ここでコメントしたことかなり当たりました、えー、主要科目卓一記述ねマイナー,あー私が何やるの私が何なんだっけああ主要科目の卓一山手根本さんが えっとな、なんだっけ、あ、記述の山手、森山さんがマイナーの山手をします。それぞれ渾身の、あの、山手を、ね、最後やっていきますから。えー、ここで、言ったこと、特にね、去年なんかは。 私が言ったことももちろん当たりました根本さんも当たりましたし森山さんも横、ね、領、横領座なんか当ててましたし本当にズバリ的中していくことがね、過去にもありましたので聞いてないよっていうことないようにね、ぜひ参加していただきたいなとで大阪バージョンもあります大阪でも6月17日に実施されていきます。で、あの ぜひねこのイベントには顔を出していただきたいなというふうに思っておりますそして6月3日のちょうどスーパー公開マシのいいいん スーパー公開の人全国公開の間の日曜日6月3日にですね荻原さんが「記述問題を解く2時間」「記述式問題4問プレゼント」というですね過去にレックで実施した記述式問題のリバイバルではありますけれどもこの6月3日、えー 記述式問題新作ですね新作だと多くの人にとっては新作だと思いますこれをねあの特イベントを急遽実施することにしましたのでぜひですね皆さんあのこのタイミングに参加していただきたいなというふうに思います、えー、不動産取引法商業取引法二問ずつね問題をプレゼントするそうですのでぜひこれ皆、えー、さんね参加をなさってみてくださいさあそれではあの、えー、その他にもこの七十四パーセントとね書かれた、えー あの公開模試のパンフレットにはいろいろなね情報が載っておりますからぜひ皆さんお手に取って、えー、ご覧になってみてくださいそしてあのレックの各本校でえ受験案内受験申請書つまり願書ね願書の配布が始まりましたので各レックの本校の窓口でぜひお受け取りいただいて何度も言うんですけどくれぐれもレックの窓口に出願しないように、ねえー、出願はあご自分でお忘れないようお願いします毎年いるんですよ毎年レックの窓口に持ってくる人それから持ってくるだけでなく えー、さらには忘れる人ね。本当に命かけてる皆さん方が出願忘れるとかいう。そんな悲劇を絶対に繰り返さないように。そこだけはもう講師として本当にお願いしたいと思います。さあ、それではじゃこの3ヶ月ね。皆さん方の伸びしろを、えー、ぜひ本当に信じていただいて、それに対するアドバイスないしはあの我々ね尽、えー、力は惜しみません。そして、ああ、言い忘れた。あの。 講師による直前個別相談、これ、今までは私は自分のクラスの受験生にしかやってなかったんですけども、すべてあの受験生対象にしていきます。レックの有料講座受講生の方であれば、特に私の実践力やその他15か月等々の受講生でなくとも、私はじめ根本さん、森山さん、赤松さん、田中さんの各電話相談、対面でも結構です、来校していただいての電話相談も実施していますので、ぜひね、 かなりの確率で、えー、あの熾烈な枠取り合戦が繰り広げられると思いますのでそこは皆さんあの早めにお申し込みいただいてですねご自分の勉強の足しにしていただければと思いますそれではじゃああの以上で、えー、駆け込みデラガイナンスですねファイナルトーレン大丈夫だよね今、えー、年大丈夫だよのガイナンスをおしまいにさせていただきたいと思いますでは皆さん、えー、ご清聴どうもありがとうございました